こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画はインボイス制度のよくある質問について回答していきたいと思います。インボイス制度についてはなんとなくね、いろんな動画を見て理解してきたんだけども、じゃあ実際にどういうふうに手続きをすればいいの、申請書類ってどんなものを出せばいいの、そのような実務的なものについて今回の動画で紹介していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter とやってますので、概要欄から飛べるようになってますので、そちらの方も合わせてチェックの方お願いします。またフリーランス向けに本を出版しています。こちらも合わせてチェックの方よろしくお願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。はい、それではインボイス制度よくある質問に回答していきたいと思います。本日の内容です。よくある質問、順番にどんな内容があるかざっと紹介していきます。登録はどのように手続きすればいいの、そして登録申請してどのくらいで番号が来るのか、そしてその登録した効力はいつから発生するのか、そしてこのもらったね13桁の番号がどこに一体公表されてどのように使えばいいのか、また消費税課税事業者の届け出は必要なのかどうか、簡易課税制度を選択する場合の注意点、この簡易課税制度を選択する場合には本当に大事なポイントがありますので、動画の方最後まで見てください。そして最後まとめと次回予告、このような流れに本日の内容いきますので、今回の動画もよろしくお願いします。今回のね内容、ちょっと質問に対して回答していくっていう流れになりますので、インボイス制度についてどういう制度なのかとか、この制度の概要を知りたいという方はこちら、これねタイムリミットまで残り1年インボイス制度徹底解説ってありますので、この動画の中でね消費税の基礎大事なポイントを押さえて、そしてインボイス制度ってこういうものですよっていうのを紹介してますので、ぜひねそちらまだ見てないよとかね、もう一回復習したいよっていう方は必ずこちらの動画の方見てから戻っていただけると理解がより深まると思います。それでは早速ね、どのように手続きすればいいのかについて解説していきます。登録手続きについてです。こちら登録をしよう、まあ、インボイス制度に参加しようという方は納税時の税務署へ登録申請書を提出する必要があります。こちら提出方法についてね少し紹介をしたいと思います。まず一つ目の方法ですけど、窓口で申請用紙を記入、まあ、事前に記入しておいて窓口持って行ってもいいですし、一旦窓口へ行っていただいて申請用紙を入手してから記入して持って行ってもいいですし、またね記入の方法がわからないという方は税務署の窓口でね相談すれば教えてくれると思いますので、窓口で申請用紙を、まあ、事前に記入するなり記入したものを提出持っていってください。この際ね自分の控え、まあね一部コピーを取っておくことをお勧めします。そして2つ目の方法なんですけど、 e-tax で提出っていう場合ですね。こちらねパソコンできるとか、もともとね電子申告しているとか、国税庁がね出しているソフトを使って電子上で提出をするということも可能です。そして3つ目、郵送です。郵送の場合は国税局のインボイス登録センターというところに送ってくださいというふうに案内がされてますので、こちら間違えないようにお願いします。もちろん郵送の場合、間違えてね万が一税務署の方へ郵送してしまったとなっても登録されませんですよということはないですし、その場合は何かしらのお知らせが来ますし対応はしてくださると思います。もしだいぶね期間が経っても全く何の返事もないという場合は、こちらの方から電話なりで問い合わせするということが大事になってくるかと思います。じゃあ次のスライドで提出用紙というものがどういうものかを紹介したいと思います。はい、このような用紙、要は A4 の用紙を2枚税務署の方に提出します。こちらですね、適格請求書発行事業者の登録申請書という用紙を1枚、そしてもう一つ適格請求発行した事業者の登録申請書のこれですね、もう一つもう1枚種類があって、これが1セットですね、2枚なんですけど、これ1枚目、これが2の2ということでね2枚目となってますので2枚セットになってるんですけど、まあ、A4 で2枚税務署に提出するということになってます。記入方法についてはこちらね国税庁の公式サイトの方で、この記入方法今見ているこの画面で見ている同じものがね出てますので、こちら見ながら記入していけばそこまで難しいものではないのかなというふうに思います。まあ、基本的には住所やお名前を入れていただいて該当するときにチェックをつけておけば完成するというような流れになります。こちらの用紙、概要欄のね URL が飛べるようにしておきますので、ぜひね用紙欲しいよとかね探してみたんだけど見つからなかったって方は、そちらの方からダウンロードもねもちろんできますので、ダウンロードして記入するっていう風にしていただけるといいかと思います。はい、それではちょっとねスライド戻ってきて、じゃあねいつまでに出せばいいかっていうのを解説したいと思います。要はインボイス
ス制度っていうのは令和5年の10月の1日からスタートする制度になります。それに間に合うようには原則令和5年の3月31日までに今紹介したこのね書類を2枚セットで出すという流れになります。もうちょっと分かりやすいように表示したものありますので、そちらの方でもう一回再度確認したいと思います。はい、こちらが登録申請のスケジュールになります。申請手続き自体はねもう始まっています。そしてこのインボイス制度が始まるのはこの令和5年の10月1日から制度はスタートする予定ですので、要は自分の事業者は10月1日このインボイス制度に登録制度にね乗っかるんだっていう方はいつまでに出せばいいかと言いますと、原則はここですね、令和5年の3月31日までに登録申請手続きを行う必要がある、こういうスケジュールになっております。一つね特別なね特例みたいなものがありまして、もしねこの3月31日までにねどうしても出せないっていう場合もあるかと思うんですよ。そういう困難な事情があった場合にはこの米印のところを見てほしいんですけど、9月の30日までに先ほど紹介したね書類に事情を記載して提出すれば10月1日に登録を受けたこととみなされるという注意事項がありますので、基本はやはりねこの3月31日までにね期限を守って書類を提出するというのが原則だと思うんですけど、もし万が一困難な事情がある場合にはここのね間の部分でしたら特別な事情があったんですっていう事情を記載して提出すればここのスタート時点から間に合うというふうになりますので、こちらね覚えておくといいかと思います。じゃあ次、申請してどのくらいでこの番号が来るんですかについて解説したいと思います。はい、こちらです。まあ要はね税務署に申請してどのくらいで番号が届くんですか、どれくらいねかかると思ってこう事前にね前もって準備しておけばいいのかっていうのを紹介します。通知までの期間なんですけど目安というものが出ています。期間目安です。これ目安ですのでご注意くださいね。 e-tax 先ほど言ったように電子で出した場合には、まあ、2週間前後で番号13桁の番号あなたの番号はこれですよっていうお知らせがこのメッセージボックスに届きます。そして先ほど紹介したように窓口でね記入して申請を出した場合は約1ヶ月程度かかると思ってください。でこちらの番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに掲載がされます。ここでね注意事項が書いてあるんですけど、申請が多量の場合、まあ要はね申請期限ギリギリで量が多い場合には処理が時間がかかるため、この目安期間は伸びるというふうに思ってください。ですので期限前後っていうのは混雑する可能性があるので、まあ前もってねなるべく、まあ何事もそうなんですけど余裕を持って対応していくようにしましょう。ですのでインボイス制度を10月1日のスタート時から自分のお店事業者もスタートしたいという方は必ず期限通りに申請をしておく必要があるということですね。でこちらの期間目安なんですけど、この国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトにこの現段階これぐらいかかりますよっていうのをお知らせしてくれてる箇所があるんですね。そちらを見ると今どれくらいで届くのかっていう目安が出てますので、もしね提出する場合にね今混んでてね長くかかるのかなっていう風に知りたい方はこちらのサイトをチェックしてみて、今どれくらい目安かかってるのかっていうのを知ることができるのでチェックしてみてください。はい、それでは次の質問、登録の効力っていつからなんですかっていう質問に答えます。はい、登録の効力はいつから発生するんですか。これは効果のね効力についてなんですけど、この適格請求書発行書事業者登録簿に搭載された日、要は記載された日ですね、これを登録日と言います。要は申請書を出して番号が発行された段階で登録簿に載せられる、要はね記載された日があるのでこれが登録日になります。ですのでそのお知らせが来た通知の日から登録の効力が発行するわけではないので、こちらご注意ください。この後のスライドでねどうやってこのね登録日を調べればいいのかっていうのは紹介します。そしてこちらの登録された日、登録日以降の取引は適格請求書を交付するという義務がありますので、要はね13桁の番号を記載した領収書納品書請求書を取引先に提出するという義務が発生してきます。そしてここで一つね誤解される方いらっしゃるんですけど、令和5年の10月1日からインボイス制度スタートしますよね。でそれよりも前に申請登録はします。要は書類を出すってことになると思うんです。でもこの申請登録が10月1日より前でも効力自体は登録日である10月1日からスタートしますのでご安心ください。事前にね税務署に書類を出して申請したんだから、それよりも前からもうねこの番号のついた請求書領収書出さないといけないですかっていう風に捉えられる方いらっしゃる
らっしゃるんですけど、インボイス制度自体スタートが10月1日からですので、それ以前より申請したとしても一番最初スタート日っていうのは10月1日からになりますので、誤解のないようにお願いします。それではね、もらった13桁の番号はどこに公表されて、どう使えばいいのかっていうのを次のスライドで紹介します。はい、番号はどこに公表されるのか、先ほども言いましたけど、こちらに公表されます。国税庁適格請求書発行事業者公表サイトというものがあるんですね。こちらのサイト、もうすでにホームページができていまして、公表されています。もうオープンされているので、ホームページで、Google 検索なり Yahoo 検索なりかけていただくと、この公表サイトが出てきまして、そこにじゃあ一体ね、どういうものが記載されているかっていうのを紹介しますね。こちらのサイトの URL は概要欄にも貼っておきますので、皆さんね、こちらのサイトどこにあるんだろうという方はね、そちらの概要欄の方からチェックし、クリックしていただければと思います。そしてこちらのサイト、何が載ってるかというと、こちらですね、基本的に通知番号で検索をします。このような感じで公表サイトを検索すると画面が出てきますので、このように表示をされます。先ほど紹介したように、この通知番号13桁の番号で検索をします。その調べたい方の名前とかね、フルネームで検索することはできませんので、この番号のみで検索をすることになります。ですので、取引先の番号を知っていないと公表サイトで検索することはできないということになります。じゃあ何が載ってるのかと言いますと、1、氏名または名称です。個人の方はね、氏名が載っていて、あとね、法人の場合には法人名、要はね、会社名、名称が載っています。そして2つ目、法人の場合は所在地が記載されています。そして3つ目が登録番号ですね。これが先ほど言った13桁の登録番号。そしてここが登録日、先ほど言ってた効力いつから発生するんですかっていう登録日っていうのが、この4番目のところに記載されています。そしてここで注意点なんですけど、個人業の場合の方は、こう所在地っていうのがね、自宅であったり居住地、兼店舗とかいう方ね、お店と住宅が一緒になってるっていう方いらっしゃると思うので、そうなるとね、プライバシーの関係で所在地を載せるのがやはりね、嫌だっていう方もいますので、個人業の方は所在地と屋号というのは任意です。だから載せるか載せないかを選ぶことができます。ではね、先ほども見ましたけど、もうちょっと公表サイトの中身について紹介したいと思います。はい、検索をするとこのようなトップ画面が出てきます。そしてね、確認したい登録番号を入力してください。まず最初にね、申請して番号が届いたら自分の登録番号を入力して検索してみると、あ、こういう風に出るんだ表示がっていう風に分かりやすいかと思います。そして登録番号で検索をクリックするとこのように出てきます。登録された番号に頭にね、 T はつくのはこれ皆さん共通ですので、もらった番号が記載されています。そして名前が出てきます。そしてここが先ほど言った登録年月日ですね。令和5年の10月1日からスタートした、要はここに間に合うように申請をしたら、ここが10月の1日になるわけです。もしね、この令和5年の10月1日以降に申請をして登録するって風になったら、ここに登録日、この方のインボイス制度に参加してますよ、登録されてますよっていう日がここに記載されてきます。そしてここね、先ほど紹介したんですけど、自営業の方は任意ですよっていう風にね、言ったんですけど、ここが住所と屋号になります。個人的になんですけど、自営業の方はこの屋号があった方が親切かなと思います。要は屋号だけでも公表するといいかなと思います。どうしてかと言いますと、番号で検索すると名前しか出てきませんので、もしかしたら同姓同名の方もいるかもしれないっていうので、ちょっとね、見にくいんですよね。この番号は1人につき1つしかないので、ここで検索してその方のね、フルネームが合ってればなんですけど、中にはオーナーのフルネームがね、わからないとかね、屋号は知ってるんだけどっていう方もいると思いますので、この屋号は載せておくと親切かなと思います。住所についてはね、先ほども言ったようにね、プライバシーのこともあるので、伏せておくっていうのでも全然構わないと思います。ここで一つ注意点なんですけど、先ほどね、紹介した申請書2枚出してください、2枚セットですよっていう風に出したんですけど、この公表するかどうか、要は屋号を載せる、またはね、お店の住所を載せたいっていう場合には別途書類が必要になりますので、ね、そこはご注意ください。そういうわけでこのように書いてあります。公表の申し出があった場合のみ表示されますよっていう風になってます。ですので、屋号を載せたいよとかね、住所も載せたいよっていう方は別途申請用紙が1枚、A4 のものが必要になりますので、そちらを忘れなく提出してください。提出しないとこちらは載ってこないということになります。では次ね、ちょっとややこしい話かもしれないですけど、消費税の届出について紹介したいと思います。はい、消費税の届出についてです。これは免税事業者の方が該当していくんですけど、例えばね、免税事業者の方が課税事業者になるときって、要は売上高が1000万円超えました、次からは消費税のね、申告課税事業者になるんですっていうときには、原則今までのルールですと、この消費税
税の課税事業者になりましたよっていうお知らせを税務署に提出するっていう義務があったんですね。この書類が消費税の課税事業者選択届出書っていう用紙なんですけど、こちらを税務署に提出するっていうルールで、もう今回のこのインボイス制度が始まることによって、皆さんね、このね、消費税の課税事業者選択届出書っていう出すことをそもそも知らないとかわからないっていう方がいるとまずいよねっていうことで、登録日が令和5年の10月1日から令和11年の9月30日の間、要はこの上記の期間中でしたら、こちらの届出書を出さなくてもインボイス制度の申請をして登録をすれば、免税事業者から課税事業者に自動的になりますよというお知らせになります。要はね、この免税事業者の方がこちらの書類本来のルールでしたら出さないといけないんですけども、そうじゃなくても10月1日から11年の9月30日の間であれば、この届出書はなくても免税事業者の方は課税事業者としてみなして対応をしますよっていうことです。ここもね、ちょっとね、しっかり押さえておきましょう。そしてね、ここもう一つ、今日の動画で一番ね、ちょっと気をつけてほしいなってことなんですけど、じゃあ自分が簡易課税でインボイス制度に参加するんだっていう方は、この届出書を出さないっていう風な、ここのね、記憶を植えてしまうと、そっちも出さなくていいんじゃないかって誤解されてしまう方がいるんですけど、それは出さなきゃいけないので気をつけてください。ここ間違いのないようにしてくださいね。次のスライドで解説します。はい、簡易課税を選択する場合、消費税にはこの簡易課税と原則課税で2つの計算方法があるんですね。こちら消費税についてね、簡易課税と原則課税2つの方法があるってどういう話っていう方は、こちら消費税のね、基礎をインボイス制度に必要なとこだなと思うのを解説した動画がありますので、そちらの動画を見てください。で、もしインボイス制度に参加するということで簡易課税を選択する場合には、消費税簡易課税制度選択届出書っていうものがあるんです。これを税務署に必ず提出する必要があります。これを提出しないと原則の方法で計算することになりますので、しっかり押さえておいてください。どんなね、方法で計算して自分はどっちが得なのか損なのかっていうのは、こちらの今紹介した動画の方を見ていただいて戻ってきてください。ここでちょっと説明すると長くなってしまいますので、ここでは簡易課税使いたい方は必ず届出を出してくださいねっていう注意です。で、そもそも簡易課税制度を使えるのは、課税売上高5000万円以下の方しか使えませんので、それ以上の方は自動的に原則の方法で消費税の計算をすることになります。本来でしたら課税期間初日の前日までに簡易課税にしますっていう届出を出さないと簡易課税っていうのは選択できなかったんですね。とはいえ、今回インボイス制度がね、ここの令和5年の10月1日から始まるという時に、皆さんね、やはり慣れてない状態でこの簡易課税制度の届出書も、この課税期間が始まる初日の前日まで、要は課税期間になるので、要は令和5年が始まる1月1日より前に簡易課税の届出書本来だったら出さないと簡易課税は使えないってことになるんですけど、この時からインボイス制度が始まるのに、ここまでに簡易課税制度をね、するっていう風な宣言を出すっていうのは、なかなか厳しいルールだし難しいんだよねっていうことで、ちょっと緩和要件を今回特別に設けているっていう風に理解をしていただけるといいかと思います。じゃあどこまでに出せばインボイス制度スタートする課税事業者の方は簡易課税制度を使えるかというと、こちらの表を見てください。ここですね、令和5年の12月31日までにこの簡易課税にしますって書類を提出していただいたら、この令和5年のここですね、10月11、12月から適用することができますよってことです。このね、令和5年から適用するっていう風な旨は、もちろんこの簡易課税ね、しますよっていうこの届出書に記入しないといけないんですけど、書く欄があるんですね。いつから適用されますって書く欄があるので、そこを必ず令和5年分から適用するっていう旨を書いていただいて、ここまでに簡易課税にしますっていう届出を出したら、簡易課税制度を令和5年から使ってもいいですよっていう風になります。ですので、これを知らないと簡易課税制度が使えないっていうね、後でね、しまったって風になりますので、ここでギリギリに今のところね、なってますので、必ず簡易課税制度になる方はやはりこの辺りからも考えておいて、まずインボイス制度を登録するのかしないのか、インボイス制度を登録すると決めたのであれば、こちらの簡易課税を使うのか原則課税で計算するのかっていうのを考えていただいて、経理がちょっとね、簡易課税の方が楽になるっていうのがあるので、その分を考えて、うちは簡易課税制度使いたいな、消費税のね、方も得になりそうだっていう
ということでしたら、必ずここまでに令和5年の12月31日までにこの消費税簡易課税制度選択届出書というのを出してください。でよく話がわからないよなって方は、やはりこのね消費税の基礎が分かってないとここの話もわからないので、こちらの動画しっかり見ていただいて、またね最初に説明した動画、1年切ってインボイス制度始まりますよといったものも、あの動画もね少し説明をしてますので、まあ、どちらかの動画は必ず見ていただいてください。でここで言いたいのは、簡易課税制度使いたい方は必ず申請をして届け出をしないとその制度を使えないという風になりますので、ここは本当に注意事項ですので、何度も言ってすいませんけどね、ちょっとくどいですけど頭に置いて必ずお忘れのないように届け出をしてください。はい、本日のまとめです。インボイス制度なんですけど、今回ね回答用ってことでね、よくある質問をまとめて動画にしたんですけど、事前にしておく手続きが多いと思いませんでした？漏れていたら損してしまうこととか、あとね事前にしておく手続き、出さないといけない書類が比較的多い制度になってますので、皆さんしっかりと押さえておいてください。そして知らないと自分が損をする可能性が結構大きいです。先ほどの簡易課税が特にそうなんですけど、知らなくて提出していなかったってなると簡易課税制度使えませんので、きちんとインボイス制度のルールを押さえて、どういう仕組みになっているのか、いつまでにどの書類を出さないといけないのかっていうのを考えておいて、自分のビジネス含めてきちんとスケジュールを立てておくといいかと思います。そしてこちらインボイス制度は自分だけの話ではなく、取引先も絡んできます。また自分がね仕入れをしている先の取引先も絡んできます。ビジネスのね信頼上においてもしっかり対策をしておくっていうのは大事ですので、もしかしてねこの制度のことが原因でちゃんとできてないということでね、信用を失ってしまって仕事も失ってしまうという風になったらね、面白くないですので、やはりビジネスは信用があって成り立っているものですので、しっかりと抑えて対策漏れがないようにしておきましょう。やっぱね何事も事前対策が必要になってきますのでね、皆さん今回の動画見ていただいては、そろそろきちんとね対応しないといけないとかね、そろそろちゃんともうどうするかっていうのを決めていかないと間に合わないんだなという風に思っていただけると嬉しいです。この動画がね参考になれば幸いです。私の方はオンラインサロンを運営しています。税理士川南のオンラインサロンということで、オンライン上で税理士にいつでも質問や相談をすることができるというのが一つ目のメリットです。こちら Facebook の非公開グループで運営をしてますので、そこでオンライン上でいつでも質問や相談をすることができます。そこで私がね投稿があったものに質問を文章で答えるというスタイルをとってます。そして二つ目のメリットです。定期的にサロンズームを開催しています。ここのねサロンズームではね、サロンメンバーさんとね情報交換ができたり、私に直接質問や相談することができる貴重な場となってますので、2ヶ月に1遍くらいのね定期開催になってますので、タイミングがいいと入会してすぐにねサロンズームありますよっていうねタイミングになる方もいます。こちら異業種交流にもなるということでとても好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。毎日ね平日にね1投稿してるんですけど、経理の話だったり新しい税金情報やビジネスの裏側、あと SNS の集客どうやってるのとか、 YouTube や TikTok の裏側も全部公開しているのはオンラインサロンのみになりますので、ぜひ皆さんの参加お待ちしております。詳しくは概要欄の URL から飛べるようになってますので、ぜひご検討ください。はい、そして私は自営業フリーランス向けということで、経理節税 Q&A、 これね一問一答形式でね質問に対して答えてますので、パラパラとね好きになるね Q から覗いていただけるという使い方もできます。 Amazon の方には Kindle 版もあります。また大きい書店ではね置いてくださってる書店さんあります。また楽天ブックスでも販売してますので、ぜひこちらの方よろしくお願いします。はい、そして YouTube です。チャンネル登録が9.3 万人になってきて、目標にしているね10万人達成までね、皆さんぜひぜひお力を貸していただければと思います。チャンネル登録の方と、あといいねボタン、またコメントいただけるとね、やはりすごく励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。またその他 SNS としてはインスタグラムをやっていまして、インスタグラムは今フォロワーが 2.6 万人、 Twitter もやってます。また TikTok もやっていて、 TikTok もフォロワーが 6.3 万人といますので、その他 SNS は概要欄から飛べるようにしてありますので、ぜひそちらの方もチェックお願いします。そして YouTube のチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日も最後まで見ていただきありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。